小野外務大臣おはようございますただいま議題となりました、投資の促進および保護に関する日本国とアルゼンチン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由をご説明いたします。政府は平成28年9月以来、アルゼンチン政府との間でこの協定の交渉を行いました。その結果、平成30年12月1日にブエノスアイレスにおいて、我が方アルゼンチン大使と前方外務宗務大臣との間でこの協定の署名が行われました。 この協定は投資の設立段階及び設立後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与を規定するとともに、 公正公平待遇義務、収容等の措置が取られた場合の保償措置、支払い等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続きなどを定めております。この協定の締結は、我が国とアルゼンチンとの間の経済関係のさらなる緊密化に大いに資するものと期待されます。よって、ここに、この協定の締結について、ご承認を求める次第であります。次に、所得に対する租税に関する二重課税の除去。並びに、脱税及び租税回避の防止のための。日本国とスペイン王国との間の条約の締結について承認を求めるの件につき。 まましして提案理由をご説明いたします政府は平成29年4月以来、スペイン政府との間でこの条約の交渉を行いました。その結果、平成30年10月16日にマドリードにおいて、我が法内閣総理大臣と先方首相との間でこの条約の署名が行われました。この条約は現行の租税条約を全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税のさらなる減免、税務当局間の徴収享受の手続きの整備等の措置を講ずるための規定等を盛り込んでおります。 この条約の締結により脱税及び租税回避行為を防止しつつ、我が国とスペインとの間での課税権の調整がより効果的に行われることとなり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。よってここにこの条約の締結について御承認を求める次第であります。 次に所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とクロアチア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由をご説明いたします。政府は平成30年3月以来、クロアチア政府との間でこの協定の交渉を行いました。その結果、平成30年10月19日にザグレブにおいて我が法外務大臣政務官と先方財務大臣との間でこの協定の署名が行われました。 この協定は、日クロアチア間で二重課税の状況を目的とした課税権の調整を行うとともに、両国における配当利子および使用料に対する、厳選地国課税の限度税率等を定めるものであります。この協定の締結により、脱税および租税,回避租,税回避租税回避行為を防止しつつ、両国間の人的交流および経済的交流が一層促進されることが期待されます。よって、ここにこの協定の締結についてご承認を求める次第であります。 次に、所属に対する、租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とコロンビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由をご説明いたします。政府は平成二十九年十二月以来、コロンビア政府との間でこの条約の交渉を行いました。その結果、平成三十年十二月十九日において、我が法外務大臣と先方外務大臣との間でこの条約の署名が行われました。 この条約は日コロンビア間で二重課税の除去を目的とした課税権の調整を行うとともに、両国における配当利子及び使用料に対する、現選地国課税の限度税率等を定めるものであります。この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。よって、ここにこの条約の締結についてご承認を求める次第であります。この <coughs>、失礼。 最後に所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに、脱税及び租税回避の防止のための日本国とエクアドル共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由をご説明いたします。政府は平成30年8月以来、エクアドル政府との間でこの条約の交渉を行いました。その結果、平成31年1月15日に、基都において我が法在エクアドル大使と先方外務大臣との間でこの条約の署名が行われました。 この条約は日エクアドル間で二重課税の除去を目的とした課税権の調整を行うとともに、両国における配当利子及び使用料に対する厳選帰国課税の限度税率等を定めるものであります。この条約の締結により脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。よってここにこの条約の締結についてご承認を求める次第であります。以上、5件につき何卒ご審議の上、速やかにご承認いただきますようお願いいたします。

我が法外務大臣と先方外務大臣との間でこの条約の署名が行われました、東京においてを読み飛ばしました、失礼いたしました、追加いたします以上で趣旨説明の聴取は終わりました、5件に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて参加いたします。